どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、ほったらかしキャンプ場に来ております。後編ですね。よかったらですね、前編は説明欄に URL が貼ってありますので、そちらをまず見ていただけたら非常に嬉しいです。後編はディナーからですね、晩飯を作るところからなんですけれども、前編でいつものように寝不足で仮眠をとって、気がついたら夜という状況で、景色がやばいことになっておりますんで、この後のシーンで景色をお見せしたいと思います。はい、どうですかこれ、すごいんですけど、画面から伝わるかな。まだね、6時過ぎぐらいなんですけども、日が暮れるの早いですね。ほんと綺麗、今までで一番綺麗かもしれない。ちょっとアップにしてみますか。ちょっと入れますね。よいしょよいしょ、こんな感じ、くっきりはっきり。今からね、ほったらかし温泉行くか、もう胃もたれね、みんななんかやばいって言ってて、ほったらかし温泉行かないで少し晩飯準備し始めて、ちょっとどうするか考えます。はい、こちらがですね、本日のキャンプ飯の一部ですね。本当はいろいろな料理を作ろうと思ったんですけど、やはりね、手抜きで正解でしたね。もう全然ね、仮眠取った後ね、全然作る気しないですね。本当楽して、美味しいもの食べて、この景色をね、この景色を見たいです。はい、ある程度準備が終わったところで、温泉に入りに行ってる友人と温玉揚げを買いに行きます。あとはね、ほったらかし温泉の、夜の雰囲気もね、すごくいいので、その雰囲気も見たいですね。では行ってきまーす。最高だぜ、夜の雰囲気。意外にお客さん少ないかもしれないですね。見てこの雰囲気、どっかの村みたいな。すごくないですか、ほんといい雰囲気。あっちの湯がね、開いてるんですね。今日はね、もう私は入りませんけれども、また寒い時期に来た時に入りたいですね。マジでいい雰囲気すぎて、ここで飲みたい、むしろ。そして天気もいいからね、夜景が今日そんな本当に寒くないんですよね。半袖でまだいけるぐらい。この後冷え込むのかな。温玉揚げを買ったので、自分たちの拠点に帰ります。ほったらかし温泉に来たのに、ほったらかし温泉に入らず帰るというね、非常に贅沢な行為をしてますね。まあシャワーもありますしね、時間ももったいないんで帰ります。よし、戻ってきたので、もう火起こししましょうかね。まだ全然ね、ちなみにお腹空いてないですけどね、胃もたれで。はい、火起こし開始です。最近ね、セリアのこの固形燃料、固形着火剤がね、非常に楽ですね。もうこれ一つ置いてポンって火つけて、これだけ積んどいても、もう気がついたら火はついてますね。ここで買った薪が激太。激太っすね、これ。割った方がいいんでしょうけどね。割る道具持ってないんで、このまんまね、後で焚き火、燃やしたいと思います。
はい、またね、恒例のネギみじんでございます。こいつさえ入れば、何でも美味しくなるというね。ほんと最高ですよ。バーベキューの火蓋が切って落とされました。はい、速攻で焼きましたね、ソーセージが。この胃もたれした状態で、いただきます。うん、うまい、うまい。 Let's have a party。 焼き肉パーティー、バーベキューパーティー、すっごいくっつく。不器用。見て、この燃えかすみたいな塊、これをいただきます。はい、豚と牛と牛タンですね。いただきます、それぞれね。あれ、車が近づいてきましたね。はい、うまい。見て、牛。うるさい、うるさい、車うるさい。うん、うまっ。マックスバリューの肉やば。おいしい、牛タン。うん、全部うまい。みんな早く食べて、早く。では最近もずーっとコロナビールっすね。銀河高原ビールしばらく発見してないっす。いただきまーす。幸せ。そして今シーズンからですね、新たに投入されたスンドゥブ鍋ですね、アサリ風味のやつが非常に美味しいので、キャンプでもね、ぜひ食べてみたいと思います。こっちとこっちで、あ、もうグツグツしてますね。早っ。スンドゥブ用のネギですね。ネギを軽く炙って投入します。はい、完成しました。なんかね、垂れ下がってますけれども、見た目かなり美味しそうでしょう。ではね、実はこの中にね、肉も入れてるんですよ。肉もこうやってつけてます。いただきます。ぼやけたらごめんなさいね。おっか、超うまい。これ、これからの季節ね、皆さん買った方がいいですよ。本当にマジでうまい。落ち着く。このね、久々にエビ剥きます。剥いてます。むしろ激アツのうちにね、皆さんにね、熱々のエビを食べてもらいたいからね。これです ね、ここの部分、ちょっとグロテスクですけど、ここの部分がね、非常に美味しいんです。音聞いててください。うん、味噌たっぷり、うまいです。もう時間もね、時間なので焚き火も一緒に開始し始めました。薪がね、やはりすごい太いので燃えるかわかんないんですけどね、炭と先ほどの着火剤を利用してね、一気に楽しんじゃいたいと思います。あのね、今日の MVP はこちらのスンドゥブですね。エビ入れたら本当に美味しくなった。見た目ね、ちょっとグロいですけど、これね、あんまり売ってないんで、ちゃんと売ってるところでね、買ってから次からキャンプに持っていきたいですね。なんとか火がね、つき始めましたよ。炭をね、下に敷いて正解ですね。じゃないとあれはちょっと太すぎて燃えないな。いやー、もうね、時間が過ぎるのはあっという間で、少しずつ片付けしながら、中でお酒飲もうかな。焚き火も見ながらお酒も飲みたいし、少しずつ片付け開始します。このね、温玉揚げも
もう一度温めて酒のつまみにします。うまそうだわ。はい、始まりましたよ、至福の時間が。酒をね、片手に焚き火を見て、そしてその奥に、この夜景、みんなでね、将来の不安とかね、これからの老後とかね、年金とか、そういったことをね、語り合いながら、ゆっくり酒を飲む、本当に幸せな時間だ。室内に戻ってきました。あとはですね、窓際の席ですねからこちらの景色を見ながらまた軽くみんなで飲んで寝たいと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝の8時です。若干二日酔いですね。しかしですね、気持ちのいい朝ですね。あれさ、富士山なくなりましたね。ありましたよね、ここに確か。いやー、ゆっくりするか。もうすでにですね、昨日の段階でほとんど片付け終わってるんで、またゆっくり片付けしつつ、景色見つつ、昨日買ったホットココアを景色見ながら飲むのが楽しみです。もう本当に10分20分ぐらいで片付いちゃいましたね。ゆっくりします。はい、片付け終了して、もうまたあのね、ここいつ来れるかわかんないんでね、これから冬になって雪のシーズンになっちゃうと来れないし、ずーっとね景色を眺めてました。もったいなくて、今年はもう来れないでしょうね。じゃあチェックアウトします。はい、ほったらかし温泉に、来ました。ここでね、もうもはや恒例となったそばと温玉揚げを食べて帰ります。これがまたうまいんですよ。いただきます。温泉出ました。終わっちゃいましたよ、この時間が。本当にもうずーっと楽しみにしてたこの時間がね、いよいよ終わっちゃいました。またね、次行けるのは来年の3月とかそれぐらいかな。予約が取れたらね、また高野付きサイトにぜひ泊まろうかなと思います。で、今からね少し山梨観光して帰ろうかな。ではですね、今回の動画はここまでとさせていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。